詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日関東の方はですね、もう一気に気温が10度以上下がって、もう本当に季節が相当戻った感じかなというところです。まあ本当に体調崩さないように、最近僕病弱キャラなんですね、体調崩さないようにしないとなというところです。昨日もゲリラ豪雨食らって、いやなかなか大変でした。あともう一つですね、正直詩吟と全然関係ないんですけど、嬉しい、ご報告がありまして、僕はですね、オンライン上のまあちょっとした文章を書けるサービス、ノートというものがあるんですけれども、そこにですね、育休に関して、どういう流れで育休を取得したのかという、で、どうやったら育休を長く取得できるのかというのを父親目線でですね、まあ、書き殴った時があったんですけれども、それがですね、ゼクシー、リクルート社のゼクシーベイビーという、ところの担当者の目に留まってですね、雑誌に、僕のエピソードがちゃんと記載されたんですよ。漫画付きで。今月のかな、6、7月号のゼクシーベイビーの、なんか読者限定の冊子があるんですけれど、そう、そこに僕のやつが載ったんですよ。なかなか、いや、そういう、大手のやつに載ったことなんて今まで一度もなかったのでですね、いや嬉しいなというところでした。長く、というちょっと全然関係ない報告でした。さて、今日の本題法に移りたいと思います。今日はですね、吟じ終わった時の、感覚で判断する、詩吟のクオリティみたいな、そういうよくわからないテーマで話していきたいと思います。まあ、これちょっとお風呂入っていながらですね、思いついたんで、このテーマ面白いかもしれないなということで、これ選んでみました。これどういうことかというと、まあ、詩吟の大会発表会、まあ大事な舞台でですね、吟じますと。で、吟じ終わった時、吟じ終わった時に、自分自身がどんな感覚だったのか、どんな手応えを感じたのか、どういう状態になったのかですね、その感じ取り方で、その吟の良し悪しというものが、まあちょっと見えてきますよという、そういうお話です。これなぜ話そうかというとですね、話そうかと思ったかというと、まあ、やっぱり、だんだんと僕も成長してきたんです。最初の頃はこういう風な感覚で吟じた方がいいよなとか、いろいろ思いながらやってたんですけれども、そこが吟歴が進むにつれて、いや、もう一個レベルがあるなという、そういう学びがあったので、まあそれを共有したいなということで今日はお話しします。全部でですね、まあ本当に大きく分けて3つのパターンがあります。吟じ終わった時の、感覚が3つあります。それを順番にお話ししていきたいと思います。まず一つ目はですね、吟じ終わった後に、あ、これもできなかった、あれもできなかった、これもうまくできなかったかもしれないな、という、もう気持ちが完全に自分の内側に、向いていてですね、かつ達成感もちょっと少ないような、そういう気持ちの状態です。まあこれは吟歴が浅い方、に多いんじゃないかなと思うんですけれども、もう覚えるべきことが山ほどあって、まず詩文を本番でちゃんと間違えずに覚えてやるということも大変ですし、節調も音の動きがよく慣れていないとか、で伴奏と合わせるのって難しいなとか、でやっているうちに音程が少しずつずれていったとか、あ、ここ注意されたのになかなかできなかったとかですね、もう気をつけるべきことが5個10個いっぱいあって、その中の大会本番だと2つ3つぐらいしかできなかった、みたいな、こういう状態ですね。まあこれは言うまでもなく、まだまだ、もっと頑張りましょうという、そういう吟のクオリティなんですけれども、これがまあなんで良くないのかというのは、まああまりまあ明らかではあるんですが、まあまず本人にですね、達成感がない、そして、気持ちがとにかく内側に向いているという、状態になります。本当はまあやはり吟というものはお客さんがいて、その人に、届けて、その人が良かったなと感じてもらえること、それもやはり欠かすことのできない、大事な要素だと思うんですけれども、その要素がもう全然持てない、持つ余裕がないままに吟じ終わってしまったということですね。あとは詩吟の大会本番にですね、気をつけるべきことを5個10個あるっていうのは多すぎるんですね。そんな
に気をつけることなんてできないですよ。まあ、多くて三つ。まあ一つとか二つに絞った方が良いのかなという状態なんですけれども、それ以外の状態は、それ以外の問題は、もう無意識的にできるようにしておくぐらいに、鍛錬しておかないといけないんですね。で、そういう状態に整えられなかった、かつ気持ちが内側に向いてしまっている、というところなので、これからもっともっと、頑張って、無意識にできることを増やしていって、集中することに注力して、かつお客さんのことも見えるようにした方がいいよねという、そういう状態になります。まあここから脱出するのなかなか大変かと思うんですけれども、そして二つ目ですね。次は振り切ってしまった状態です。これ僕独特なのかもしれないんですけれども、やはり詩吟というものは聞いてくれる人がなんぼのもので、まあ聞いてくれる人が大事だよなということ。あとは詩吟の大会本番にあれこれ考えてもしょうがないから、自分が気持ちよく吟じれることが大事だよなという感じですね。なので吟じ終わった時に、よし吟じ切ったーみたいな、そんな気持ちですね。やったぞー、いやー気持ちよかったーぐらいの、そんな状態がレベル2ですね。レベル2。もう一個上があります。この状態、一時期は僕はこれを目指して吟じていたんですね。そんな状態になった方がきっと、自分も楽しいし、相手も聞いていていいだろうなというふうに思っていました。ただですね、これもまたやはり良くないんですよ。良くないんですよ。なんだかんだ、これ自己満足の世界に近いんですよね。自分はもう細かいことも考えずに、とにかくスッキリすればいいという、そういう考え方になります。いくら性格が大雑把だからといってですね、気にすべきことが一つもないなんてことはないんですよ。これは銀歴を何年重ねようが、何十年重ねようが、多分そういうことは生涯来ることはないはずなんですね。なのに、本番はもう気にしない。とにかく気持ちよく吟じるんだ。ということ。で、お客さんに心地よくなってもらうというよりは、お客さんに自分のこの吟を聞けみたいな、そんな感じになってしまうんですね。なので、完全にこれは一つの自己満足になってしまうので、これもまだ青々しいなと。そういう吟になります。僕はこれ高校生ぐらいの時はこんな感じでしたね。そして最後のレベル。三つ目、なんですけれども、これはですね、なんて表現しようかな。まず一つ目は、疲れた。まあ、やった。やりきった。ちゃんとやった。やったけど疲れたな。そんな感じですね。この、なんとも言えない、この渋いような感覚。これがいい吟をやった後の感じになるのかなと、今は僕は思っております。これはまあこれまで話してきたね、やつのまあ集大成みたいになるんですけれども、まずはですね、気をつけるべきことはやはりあるんですよ。ただそれを一つ二つ、まあ多くて三つですね、それに絞るんですね。ただそれらのやるべきことというものは、まあ本当に何度も練習してもなかなか自信がない、本当の最後の最後の絞りかすみたいなところなので、苦手なことにちゃんと向き合っている状態なんですね。向き合っている状態でアクセントとか音程とかですね、まあ気をつけながらやるわけで、やはりまあそこに意識はある程度割かざるを得ないんですね。その中で気をつけて、足を踏み外さないように、平均台を歩いているかのようにですね、一個一個丁寧に歩いていくようなそんな感じ。だからまあ銀字終わったときにですね、やった。疲れた。そんな感じになります。そして、まあ、腹式呼吸の話にもなるんですけれども、やはり本番になると気持ちがどんどん上ついていて、胸式呼吸になりがちなんですね。お腹に、下っ腹に、丹田に意識を常に持ったまま吟じ切れるかどうか、これもですね、やはり疲れるんですよ。本当に疲れるんですよ。なので、そういった場面でも、もう疲れる吟をできたかどうかということなんですね。そこなんですよ。で、かつ、まあ、ただそれだけだと自分の方ばっかり向いてしまうので、まあ、気をつけるべきことは3つ。で、まあ、体力も使う。その上でお客さんにもちょっと届いてほしいな、ちゃんと、正確な吟を聞いてほしいなと、それぐらいの、このバランス感覚ですね。自分とお客さんが、まあ、どれぐらいだろうな、自分が、
7、お客さんが3とか、それぐらいの割合かもしれないんですけども、まあそういう状態で、ふぅ、疲れた、うん。これぐらいの感覚で、吟じることができたら、結構いい、クオリティになるんじゃないかなというところです。どうだったでしょうか。そうだね、そうだね、と思っていただければ嬉しいんですけれども、全く違うわと思われたら、まあごめんなさいという、もう今回は完全に主観に近い話なんですけれども、まあこの吟じ終わった時にどういう風な心持ちになりたいのか、それを目指して吟じるだけでもですね、またこれも吟のクオリティに変わってくるかなと思いましたんで、今日は話してみました。よし、では、後半ですね、さらっと一つ吟じて終わりたいと思います。今日は、こちら吟じていきます。これもあんまり吟じたこと少ないかもしれないですね。古生家紋作出題ですね。これはもう幕末の生きた方のやつですね。では詩文読んでいきます。祭祀元来多くことを誤る、議論筆挙世に功なし、誰か知らん黙々不言のうち、山はこれ清々、花はこれ紅なりよ。内容を読んでいきます。祭祀と言われる人がかえって間違いを起こしやすい。かしこぶって議論をしてみても、言うだけでは世のために何の役にも立たないものである。花は人知れずとも黙々として咲き、そして散り、山もまた青葉に包まれるではないか。まあ幕末に、ちょっと多いこういう志の強い詩文なんですけれども、今日は僕の中でですね、この誰か知らん黙々不言のうち、これがちょっと僕に響きました。僕もついついペラペラと喋ってですね、そう吟じてやったぞーみたいな、そんな発散する方に行っちゃうんですけど、そう誰か知らん黙々不言のうち、そうなんですよ、ちゃんと黙っていることの方が大事だったりするんでですね、これを時系の意味も込めて吟じてみたいと思います。出題古生家紋祭祀元来多くことを誤る、議論筆挙世に功なし、不言のうち、山はこれ清々、花はこれ喉がちょっとずつ元気になってきたんですね。そうついついこういう強めの吟をやっちゃいますね。そう幕末の吟こういうの多くて好きなんですけれど、あんまり黙々不言のうちを、黙々と吟じれなかったっていう、そういうオチなんですが、まあでも、うん、いやこの志が溢れんばかりのこの幕末の詩結構、好きなんですよね。ということで、今日はこんな感じですかね。これからも、またこの後仕事頑張らないといけないんで、この辺で終わりたいと思います。ではまたコメントなりリクエスト最近だいぶ溜まってきたんで、ちょっと今止めとこうかな。順番にやっていきたいと思います。ご相談などいただければ嬉しいです。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。